行こう。どうどう、うまくいった？怪我はしてないよね？ほら見せて。どれどれ。うんうん、大丈夫そうでよかった。印の方は何か進展あった？プラクトシデスが今週に来てるなんて、思った以上に厄介だね。細かいことはわからないんだよ。それに私なんてまだ下級メンバーにしか会ったことないし、あいつら人の手で共鳴を誘発させる方法について研究してるらしい。力に良し悪しなんてない。誰もが等しく共鳴の力を授かるべきだって。彼らは人体に機械を仕込むことで残像と融合させて共鳴の力を無理やり授け、そうして力を手に入れたアーティファイサーと呼ばれる人をフラクトシデスの戦力として利用します。そこまでして力が欲しいだなんて私には理解できません。あのスカーってやつ、他のと全然レベルが違うじゃん。恐ろしいほど強くないか。はい、ですが彼は本気ではなかったですし、私と漂白者さんに危害を加えようとはしませんでした。真の目的は分かりませんが、それもまたレイン様が伝えたい情報の一つなのかもしれません。それにしてもあの村でそんなことがあったとは思わなかった。連絡を受けてからすぐ治安署で事件についてアーカイブを調べてみたんだけど、現レインが着任するずっと前に後処理も記録もとっくに済んでたよ。その後は？安心して、犯人は捕まったし村人も新しい場所に移住させた。でもあんたらが言ってた女の子については署に記録がなかった。やはりスカーに連れ去られたのですね。はい、私たちでスカーを捕まえることができれば。ああ、さっぱりわからん。なんでレイン様は漂白者を基地村に行かせたんだ？スカーもそこに誤った情報をばらまきましたね。まさか餌を仕掛けたのはフラクトシデスの方で、村の事件から漂白者さんに何かを伝えようとした。レイン様はそれに気づいて漂白者さんに警告しようとしたということですか？
フラクトシデスが漂白者さんを誘い込む計画も、漂白者さんに危害を加えないことも、レイン様はあらかじめ把握していた。ただフラクトシデスは漂白者さんをマークしているというメッセージを伝えたかった。どうして？レイン様ならきっと何かしらの対策を取っていたに違いありません。さっぱりわからないけど、今週の歴史を変えた人、蘇ろうとする名式が起こす戦争、闇にうごめくフラクトシデス、この全てが漂白者さんに関連しているとしたら、あなたは一体。こう見ると印の調査もだいぶ進んだな。あとは日時計だけか。モルトフィーさん曰く、日時計にはレイン様が漂白者さんに伝えようとした真のメッセージが隠されているみたいです。南を意味するスザク、羊の国スザク、これがカラクリを解除する鍵になるかもしれません。じゃあ早速やってみよう。時間を調整するためには指針と外の輪にあるメモリを合わせる必要があるでしたね。つまり十二地支の、違うみたいですね。研究員で入手した情報は確か、正解のようですね。次は日時計の中央に四角の方位が記されています。それを指針に合わせたら完成ですね。東の青龍、西の白虎、南の朱雀、北の玄武、何度も強調された方位は、すごい！私たち見ちゃダメだよね。ほら、ヤンヤン、早くそっち向いて。まあ、ちゃっちゃか見ちゃって。早く早く。に関する全ての資料が保管されているデータベースです。参照すればあらゆる疑問を解消できると言われていますが、それゆえに類書の設置場所は公表されていません。この交流を流れるデータの大動脈は採取の管轄下にあります。なのでレイン様はアクセス権限を他の人に付与することができるのですが、
実際に行ったことはほとんどないそうです。変定のデータの金庫みたいだね。そこで得られる情報は精細かつ正確なものです。なのでもし高蘭類書を通じて漂白者さんの身分が確認できるのなら、あることを意味します。それは過去に漂白者さんは昆州と何かしらの関係を持っていたということ、そしてその関係が普通の関係ではないということ。昆州、それどころか交流にとっての大切な人ってこともあり得るのか。もしかして私たちとんでもなくすごい奴に出会ってしまったのでは？どうかしました？他に何か気になることでも？はい、政治的にも地理的にも中心と言えますね。変帝は昆州設置時に一番最初に落成した構造物で、昆州で方位を示す時はそれを基準とすることが一般的です。漂白者さん、なぜその質問を？ほら、言った通りじゃん。やっぱりトップシークレットなんだ。うわ、心配丸出しじゃん。大丈夫だって。レイン様と会うのに危険なんてあるもんか。リラックスリラックス。漂白者さん、どうかお気をつけて。あなたの帰りを待っています。
大当たり。そちらがデータベースの入り口みたいだ。一部が水に浸かってしまっている。水位を下げれば先に進めそうだ。謎解きはまだまだ続くらしい。まずは中央にある施設を確認してみよう。なるほど。確かにこの装置は楽器みたいだ。でも肝心の音が5つ足りないせいで演奏はできなさそう。つまり音刻に欠けている音を5つ全て入れて曲を演奏させればデータベースに行けるということか。吸音台の後ろから音がする。欠けている音の一つのようだ。装置に入れてみよう。あ、やっぱり旋律が灯された。そっちの竜子を鳴らせるようになったみたいだ。水の下から昇る竜鐘。鐘を鳴らせとはこのことか。
新しい通路が開かれた。一つ目の謎は解けたようだ。次はそっちか。他の音階を探そう。変定に残像が、いや本物ではない。投影なのか。だが破壊されても警戒モードは起動されないようだ。やけに静かすぎる気がする。これは次の音刻の情報。何やら方位が示されているようだが、最後の一文は何を意味するのだろうか。西に音があるようだ。よし、これで二つ目ゲット。装置に戻しに行こう。水位が下がり、東と西にそれぞれ龍虎が出現したようだ。他の音刻の手がかりならそっちにありそうだ。一旦降りて行ってみよう。you
大事にしないと。ロックされた。先に他の龍子を起動させろってことか。こっちが正しいみたい。指示にここまで手が込んでるとは実に霊因らしい。行こう。反対側の龍子も解除したみたい。念のため離れる前に確認してみよう。もう一つの龍晶が登ってきた。でもロックされてるらしい。まずは通路をつなげないと。そっちの音、音刻か？やっぱりここだ。でもまずは投影された残像を何とかしないと。ここは光竜の命綱といっても過言ではない重要な場所。投影だけで守れるとはとても考えにくい。おそらく霊院の目的は、今は先に進もう。三つ目の音刻も入手した。吸音台に戻ろう。新しい足場が登ってきた。道をつなげていこう。
誰かの視線を感じる。暗黒の音だ。4つ目も入手。いよいよ終盤か。水位もかなり下がってきた。よし、あと一つだ。熱烈な歓迎だな。これからだ。行こう。隙だらけだ。ターゲット確認。壊れる。シッ。ユッ。フッ。シッ。フッ。チャ。全ての音を集めた。吸音台に戻ろう。
予想外。これでデータベースへの扉が開く。これが高蘭類書。交流の全てが記されているデータベース。ここには誰もいないみたいだ。とりあえず、レインが到着するまで使えそうなデータを探そう。道案内感謝するぞ、漂白者。いいところだな。ここには全てがある。ああ、この全てを隅から隅まで何もかもこっぱみじんにしてやりたい。俺がここにいることに何の疑問も抱いていないようだな、漂白者。それはなぜか。Ugh.
まさかこの程度で俺を捕まえられるなんて思ったのか。もう逃がさない。お前らの遊びに付き合ってやりたいところではあるが、その楽しみは次に取っておくとしよう。待て、逃げるな。確認。するもの全てが真実とは限らない。他人の言葉を疑う、何事もすぐに結論を出そうとするな。本当にとんでもない意志だった。なぜ俺を信じない。それとも力ずくで説得する以外に道はない。頑張らないと。行くぞ。隙だらけだ。ターゲット確認。牙を向け。死ぬ。冷静さを失うな。その程度か。僕の出番だ。どうやら後をつけてたこと気づいてたみたいだな、脅迫者。俺の元凶は挟み撃ちでしか破れない。それなのに
いつもお前のそばにはそれを可能にする心の通じた仲間が現れる。だが、今レイインと手を組むなんて、俺は悲しいな。本当に人気者だな。無事ですか？大丈夫に決まってるだろう。彼が傷つけば、傷つくのはこっちの心なんだ。漂白者、今回の俺の失敗はお前への贈り物と思え、ほんの気持ちとして受け取ってくれればいい。だがさっきの会話は忘れないでほしい。俺を選べば全てを話してやる。ほう、なるほど。レイン様に先手を取られたのか。お前らの企みは一体いつ計画されたのか気になって仕方がないな。謎を解き、レイインの情報を得ることができた。でも、時間はまだ分かってない。他にも手がかりがあるはず。日時計を回した時、それが示すものも変わった。光の下でなら、その上に指針の影ができる。偏底を中心とすると、玄武の方位は北。牛の刻、夜が明ける前に。お互い守ることができたようですね。改めて自己紹介を。今志と申します。ようやく会えましたね、漂白者。この後に及んで映像なんて使ったら客人に失礼です。それに交流のデバイス技術でもこれほどリアルな映像を流すことはできません。それとも実際に確かめてもらえましょうか。いいえ、別に。それより遠回しな方法で試すような真似をしてしまいましたよね。申し訳ございません。ですが予想外の事態が重なり他に道はありませんでした。今週は現在採取が不在です。はい、採取は文明の案内者であり、守護者でもあり、そして文明そのものでさえあります。ですので、採取の不在は大きな波乱を意味し、深刻な事態を招きかねません。漂白者、このことは内密にお願いします。今週の採取である核は、フラクトシデスによって拘束されました。世はこれまでこの件を全力で追いかけていた。これが、
あなたに会えなかった理由です。ええ、世は核とある程度の感覚を共有していて、彼の記憶、感受と所在をうっすらと感じることができます。まだ所在までは分かりません。今も核が危険な状況にあることは感じています。しかしそれと同時に、世は元凶を突き止めることができました。はい、フラクトシデスは悲鳴がもたらす災いを望んでいます。その観察であるスカーは三つの目的を持っています。一つ目は漂白者の尾行、調査および勧誘。二つ目は核を確保すること。三つ目は名識を蘇らせること。何かの拍子で漂白者の持つ力が知られてしまったのかもしれません。一番の可能性は核経由。そしてあなたの力は間違いなく彼らに有益なものです。反対にあなたが勧誘を拒否された場合、計画に支障をきたしかねない不安要素となってしまう。なので狙われた可能性が高いですね。スカーを捕まえる方法ならあります。それに彼の身柄を確保できたら、しばらくフラクトシデスはあなたに手を出せないはずです。なのでいかがでしょう、協力していただけませんか。身の安全は世が確保します。あなたの判断にお任せします。でもここに至るまでに印を通じて多くの情報を入手したはずです。さすがは漂白者。今の情勢は見た目以上にずっと深刻です。名識が再び蘇ろうとしています。文明の敵であり、その文明の集合的無意識に潜む無礼と心の闇、我々人類が克服すべき強大な敵です。我々もその災いを全力で防ぐ所存ですが、フラクトシデスも一刻も早く名識を蘇らせようとするでしょう。はい、前にあなたが倒して吸収した残像無感者は戦争そのものの具現、戦死者の怨恨、生き延びた者の恐怖から織りなされたものです。無感者という残像は名識の力の投影です。今週が交流の最前線として、不屈の精神と抗う意志を誇るのであれば、その誇りの裏にはやまない戦争に対する恐怖がうごめいています。あなたは肉体で名識の残像を吸収、さらにそれと共鳴することもできる。歴史には一人の英雄がいます。肉体で残像を吸収し、名識戦争で交流を救った英雄。今週設置の資料にもあの方に関する事象が記載されています。その英雄はあなたと尽きぬ関係を持つ可能性があります。はい、それは世一人の判断ではなく、核がそう囁いてくれました。あの未完成の彫像のことですか？はい、それが核です。そうなのですか？世にも教えてください。核に関することなら世が知っている可能性があります。これは
ほども申し上げましたが、世は核と共鳴できます。その記憶はすべて核が実際に経験したものです。共鳴で似たような情景を見たことがあるから、つまり本当にあったことの可能性が高いです。ということは、あなたが歴史に名を残す伝説のあの方、核の隣に並んだ親友です。一般人と比べて共鳴者は長命ですが、確かに100年近く同じ要望を保ち続ける先例はありません。でも時間のことよりも他に気になることがあります。それは自分で見つけ出す必要がありそうです。核が最後にくれたヒントは、北楽の原に向かって名式を探し出す。北楽の原であなたの納得がいく答えにたどり着くかもしれません。名式の復活に伴い、内部の脅威も外部から迫る危機もだんだんと表面化してきました。何もかもが交流の歴史にあったあの危機と似ています。これこそがあなたがここを訪れた理由なのかもしれません。いいえ、突如空から舞い降りた英雄に全てを委ねようとは思っていません。ただあなたには自分自身についてもっと知ってもらいたいだけです。今のあなたの一番の悩み事に対して、世ができることはこれくらいしかありません。もちろん今週の力になっていただけるのなら、それに越したことはないのですが、あなたの自分の過去を知りたいという気持ちを利用したくはありません。今週の人々は世の民であり、自分の民を守る役目を他力に任せるつもりは断じてありません。世が力を持っているというだけでなく、今週の全ての将兵と自分の役割を全うしている人々を信じているからです。あなたも己の身分が分かれば、おのずとどう行動すべきかについて結論が出てくると思います。そして交流に尽力してきた英雄なのですから、昔もそして今も。全てが終わった後、今週交流を離れたいのであれば、世は阻むことなどいたしません。何かあればいつでも世に連絡してください。ただここでのことはあなたと世だけの秘密でお願いします。スカー、交流領内で数十の重罪を犯した大罪人、レインの名をもってお前を逮捕する。言い開きがあればこの場でのみ聞こう。弁明ね。まあ物語の一つや二つ用意できなくもないが、お前らは納得しやしない。いや、聞こうともしないだろう。なあレイン様、あいにくくだらない社交辞令なら間に合ってるんだ。聞きたいことがあれば単刀直入に言え。いいだろう、その代わり正確に答えよ。何が知りたい？核は未来の予知、そして未来を修正できる採取、俺らの崇高なる理想の邪魔になる存在だ。決められた偽りの未来を打ち砕き、俺たちが享受すべき本当の未来を手に入れる。
そのための障害であれば排除するのは当然のこと。何が知りたい？名式は新世界の扉を開く鍵だ。それらを集わせ、真の悲鳴をこの世に降臨させることで新世界の扉が開かれる。何が知りたい？名式はそれらを集わせ、真の悲鳴をこの世に。何が知りたい？災い？呪い？天罰？浅はかだな。悲鳴は死と滅び、そして幾千幾万の残響をもたらす。それらが乱れ混じり攪拌される。新たな命と文明はそうすることでしか誕生し得ない。何が知りたい？決まってるだろ。お前が欲しいからだ。台風の目に身を置きながら自分の価値の片鱗すら理解していないとは、鈍い、そして甘い。ああ、心配しないでもいい。お前に対する興味は何があろうと尽きないよ。何が知りたい？決まってるだろ。お前が欲しいからだ。晩酌尽きた時、お前にはこの舞台から降りてもらうしかない。だがそうはならないだろう。まだ互いのことが分からなくて不安かもしれないが、大丈夫だ。これから仲良くなっていけばいい。何が知りたい？核の拘束、名式の復活、悲鳴の加速、今週に、いえ全人類にあだなす大罪だぞ。だが脅迫者の勧誘は諦めよ。大事な今週の客である以上、指一本触れさせはしない。見事、見事だ。素晴らしい演説には賞賛を与えよう。だが名式の復活は目前に迫っている。今週が挟み撃ちされた時、果たしていつまでそんな綺麗事を話していられるだろうか。一度はそちらの計画を破綻させた。ならば何度だって同じことはできる。最後にこれだけ聞こう。核の牽制、脅迫者に対する尾行、基地村の待ち伏せ、あなた一人の仕業とは到底考えにくい。まさか。ああ、そのまさかだ。今週にいるフラクトシデスの観察は俺だけじゃない。やっと気づいたのか？以上、俺からの誠意あふれる回答だ。まあ、とんだ茶番だったけどな。お前らに何を教えたって何も変わらない。いや、変えることなどできない。歴史はただ正しい方へと進むだけ。そうだ、俺からも一つ質問させてくれ。核の失踪は俺たちの仕業。お前らはそう信じ込んでいる。でもよ、そんな単純な真相は物語としては二流だ。そう思わないか？何が言いたい？聞きたいか？ならおいで、レイン様。この秘密、お前だけに教えよう。いけません、レイン様。
そんな、ありえない。意外？それとも驚愕？だがこれはまだ序章に過ぎない。お楽しみはこれからだ。そう、これが各自らが下した予言、決められた運命だとしたら、未来を司る存在である祭司がお前らを見捨てた、その事実が何を意味するか明白だとは思うけどな。俺たちはただやがて燃え盛る大火に変わる種火に薪をくべてやっただけのことなあ、漂白者、俺と賭けをしないか。失った記憶を追うお前のこれからについて。危ない。お前は俺たちと肩を並べるべき黒ヤギだ。新世界へとたどり、その地を開拓する権利を持ち合わせている。なくした過去を完全に取り戻すとき、お前は俺たちの仲間になる。その未来に俺は賭けよう。ブラクトシデスはいつでもお前の席を用意している。では漂白者、俺はその時を心待ちにするとしよう。ごめんなさい、漂白者。スカーの言う核については今週の根幹に関わりますゆえ、まだお話しできません。撹乱するための挑発か、それとも、とにかく核に直接確認しないと。核は今週の守護者たる祭主で、霊院や政務に助言や補佐を行います。決断自体は霊院が下すのですが、核の助言のない独断専行は合理的なものになり得ないでしょう。ありがとう。たとえお世辞でも嬉しいです。核は未来を予知することができます。その予知の軌道から外れる事象は起こったことはありません。核は未来の軌道を修正するためにいなくなったのかも。何にせよ、核の真意は核にしかわかりません。それと、核からあなたへ伝言がありました。地から天へと注ぐ滝の雨の時、長き眠りから目覚めた者よ、北落の花で良き将軍紀炎を見つけよと。ええ、紀炎将軍は北落の原で残像長を食い止めています。明式との戦争の最前線で、それゆえにその地は最も危険な地域とも言えるでしょう。しかし、核が地から天へと注ぐ滝の雨の時とおっしゃったのなら、きっと今はまだその時ではないということです。あなたが自身に関する情報を探していること、余も承知しております。何かお手伝いできればよいのですが、ブラックショアという組織をご存知ですか？厳しい選定基準、構成員の高い秘匿性を誇る謎めいた組織です。あなたが目覚めた日、ブラックショアのメンバーからの接触があり、その人物について尋ねられました。大丈夫です、彼らは敵ではありません。ブラックショアは悲鳴の規律を予想するシステムを築き、それを通じて各国と協力関係を保持しております。確かに霧がかった部分はありますが、決してフラクトシデスのような悪行に走る組織ではありません。ブラックショアのメンバーの数名はあなたの動向を観測するため今週領内にいるはずです。今回の面会においてもその者たちの助力があったのですよ。この黒い花がブラックショアの証、全員一様にこれを身につけているはずです。
世に分かりかねるところはありますが、過去に月相と名式の関連性にまつわる検証を手伝ってくれたことがあります。その説は非常にお世話になりました。この度彼らが我々に接触してきた目的は、名式が間もなく復活するというメッセージを伝えるためです。少なくとも表向きには。実を言うと、本当の目的は世にもわからないのです。核の問題を解決するためにも、まずはその写真を頼りに調べれば何かわかるかもしれません。漂白者、どうかしました？やはりこの組織と何か由縁があるようですね。あなたの動きはフラクトシデスに厳重に監視されております。ブラックショアを味方につけることができれば、それに対抗する心強い助けとなってくれるはずです。我々も必ずや核を見つけ出します。そして得た情報は包み隠さず全てお伝えします。約束ですよ。ええ、これで決まりです。参加は、レイン様。しばらく今週を離れる。変定の事務を任せる。承知しました。では漂白者様の護衛は？護衛はもう良い。今回は世も調理も不在となる。事務をこなせるのはそなただけだ。調理様もご状況に。中部大地で待ち伏せた際は特に情報を得られませんでした。おそらくフラクトシデスの存在を漂白者に示したが、中部大地での一件、そこで見せた横変の柔軟さは世の予測を上回っていた。次にまたスカーのように厄介な敵と相まみえる時は、彼は自身の力で解決しなければならない。よと漂白者を信じて。はっ。レイン様がいかなる指示を出そうと、私はその実現に尽力いたします。審判も面会も終わりました。スカーはただ今週のレインとあの客人に自分の話を聞いてほしいだけだって。目的は分かったし、別にもう好きにさせても問題ないんじゃない？漂白者は印に託されたメッセージを全部解きました。策士として彼女と会うのが礼儀なのでは？なかなか回りくどいメッセージでした。漂白者以外にそれを解けるものはないと存じます。些細な行為からその人の品格がわかる。漂白者もそれを知っているはずよ。それに語というのは相手を知らずにやった方が楽しいじゃないか。ま、どのみち彼が核の予言通りに動いてくれればいつかは会える。話を戻そう。スカーから核の何を聞いたの？核は世と戦う運命にある。今週の未来に関わる戦いを起こすと。
それは意外だね。でもその顔、あなたの想定内ってことかな。カクとの対談で感じた違和感、それと彼が残したメッセージ、うすうす気づいてはいました。疑問の息を出ることはありませんでしたが。そう、最後に感じた核の居場所はどこ？上昇山です。今週と違ってあの山は今でも時が止まっております。核が最初に現れた場所で今週最古の集落か。なるほど。核は世が必ずや見つけます。一難去ってまた一難、そういう時こそ上に立つ者の決断力が問われるのよ。婚礼院、核よりもっと大事なこと、まだ残ってるでしょ。重々承知しています。ただこれは今週の運命に関わることなので失敗は絶対に許されません。もしかしてスカーの言葉に動揺しちゃった？そんなことはないです。彼の言葉は挑発や強さではなく、ただの疑問への回答です。世は各直々に選ばれた霊院です。おそらく予言が示すのは世が核と戦うということではなく、その戦いで今週の未来が決まるということ。しかし世がやるべきことは変わりません。本心に従い霊院の役目を全うするだけ。へえ。微塵たる小石もいつしか高根を揺さぶる巨岩となる。調理先生の教会は今でもこの胸の内にあります。これは世一人で成し遂げることです。よろしい。このゲームも中盤といったところか。ではそろそろ打ち手の交代だ。あなたに任せる。わらわも五番の上へ赴くとしよう。うまく使え、今子。こたびの危機はどうであれ、わらわはあなたのそばにいるよ。果たして誰が打ち手で、誰が碁石なのか。どの道、やるべきことをやりきるだけです。